2020年ということで、総括ということでね、この動画を撮らさせていただきます、えー。この動画が上がるのは5月の3日ということで、ちょうどゴールデンウィークになってしまいますね。なのでね、2020年の話などしてもね、過去の話と思ってらっしゃる方も当然いらっしゃるかもしれません。 えー、大変恐縮ではございますけども、えー、この動画はため撮りということで、えー、させていただいております、えー。この動画活動以外にもですね、私はね、えー、結構いろんなことをやっておりますので、えー、この辺を、ねえー、ご理解いただけたらなと思っております。それでは2020年をちょっと振り返っていくということで、この音声を撮っているというか、この動画を撮っているのは12月の31日ということでね、今年はね、えー、本当にいろんな一年があった、まあ、年なんじゃないかなと思います。まあ本当に に国民、世界中の国民にとってはですね、人々にとっては、えーまあ、役,役というかですね、厄、え、年、ー、といってもね、えー、過言じゃなかったかなと。 思いますまあ、やはり、ねえー、新型コロナウイルスというものが昨年というか2019年の、まあ、秋頃からあ徐々に出始めていきまして、えー、最初は、ねえー、中国の,この武漢というところでま、ね、ん、えー、延していたものになるんですけどもそれがいつの間にか、ねえー、1年足らずで、えー、世界中にこう広がってしまって、ねえー、非常に大変な状態にこうなってしまったということで生活を、ね、大きくがらりと変えてしまいましたよね。 でねえー、コロナウイルスによって亡くなってしまった方、まあえー、著名人は数多くいらっしゃいましたね、えーまあ、名前を挙げると、ねえー、キリがないですけども、えー、新型コロナウイルスにかかったしまって、ね、亡くなってしまった方に、えー、お悔やみ申し上げます。 はい、といととうことで、ねまあ、本当にいろんなものが、ね、なくなってしまう、ねえー、1年だったかなと思います。まあ、私的にもですね、えーまあ、マジックの仕事も、ねえー、大幅に、ね、なくなってしまったりとか、やることが、ねえー、ほとんどなくなってしまいました。えー、本来であればね、えー、日本各地というかですね、いろんなところに行ってね、えー、マジックを披露したりですとか、えー、コラボの方も実施し ねえー、計画もこう立てていたんですけども、なかなかそういった機会というものはなかなかできつつ、えー、なかったということでね、ね、えー、ちょっと非常に残念なところではあるかと思います。えー、2021年こそはですね、えーまあ、コロナが、まあ、収束することをこう、ねえー、願いたいなとは思うんですけども、ただね、えー、感染症といいますのはですね定期的にこうやってくるものだと私は考えております。まあ、インフンフルエザと同じですね まあ、あのコロナウイルスによって、ね、インフルエンザの、ね、今年は、ね、大流行を、ねえー、今までとは比べたらだいぶ半減している状態ということではあるかとは思うんですけれども、えー、油断してはなりません、えーまあ。インフルエンザであろうが、コロナウイルスであろうが、えー、ノロウイルスであろうが、まあ、ウイルスというものは必ず、ねえー、どこかにこう潜んでいるということで、えー、そこに皆さんは気をつけていただけたらなと思っております。 はい。ということでね、本当にね、いろんなものがなくなっていくっていうね、えー、世の中になったんじゃないかなと思います。マスクがね、一時的にこうなくなってしまったっていうね、時もありましたよね。あれもね、物がなくなってしまうという部類にこう入ってしまうんじゃないかなと思います。また、えー、多数のね、著名人がね、なくなってしまう。これがね、えー、いろんなものはなくなってしまう。ちょっと漢字が違うんですけどね、えー、それもちょっと当てはまるんじゃないかなと。 思います。まあ今年のね、えー、2020年の漢字をね、一文字で表すとしたら、まあやはり感染症の感。まあそれかね、えー、密というね、実地がね、当てはまるんじゃないかなと、まあ僕個人的には思います。はい、ということでね、2021年ね、ねえー、また2021年のね、動画もこう上げる予定ではございますけどね。えー、どうぞ皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴。 ありがとうございました。それでは、えー、本日の動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。